皆さんこんにちは、アクタビートミュージックスクールギターの講師の大佐でございます。このチャンネルを開設してから2年半くらいの月日が経っているんですけれども、気がついたらチャンネル登録者さんがですね1万人を超えてしまいまして、まあ自分としてはもうあれですよね、あいやー偉いことやってもらったと言いますか、あいやー大変なことやってしまったと言いますか、あいやーびっくりだなっていう感じなんですけれども、ウェブ上でその滝沢っていう人気がね、あるんだかないんだか、認知度があるんだかないんだかわかんないんですけれども、街中で、もしかしたら滝沢さんじゃないですかなんて言われたりすることもありますし、すごいたくさん人がいるところで、滝沢さんじゃないですか、握手してくださいなんて言われてね、もう、うわ、びっくりっていうか恥ずかしいみたいな、なったりすることもちょこちょこあるような日常なんですけれども、本当もう世の中、面白いなって感じですね。世の中何があるかわかんないなというか、2年前思わなかったですからね、こんな風になるなんて、いやー本当世の中何があるかわからなくて面白いですねなんて、まあそんな風な楽しげな日常を送れるのもこうやって動画をご覧いただいている皆様のおかげさまでございますので、本当にもう感謝という感じなんですが、この1万人をきっかけってわけじゃないですけども、この動画内でちょっと僕が今作っているコンテンツをダーッと紹介してみますので、よかったら興味のあるところからチェックをしてみていただければなと思って紹介をさせていただこうと思います。 YouTube でしか滝沢さん見たことないよっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけども、意外と YouTube 以外でもやってるんですよ、あれやって、興味があるところからぜひチェックをしてみてください。まず告知1、まあ、これ YouTube の話なんですけれども、楽譜のカリキュラムを作りました。楽譜を読めるようになるためのカリキュラムってことですね。リクエストで楽譜の読み方が分かんないですってものがすごく多いんですけれども、でも正直楽譜の読み方でそんなね、動画でバッと喋ってすぐ分かるような話じゃないんですよ。そんな難しくもないんですけども。で、どうしようかなと思ってたんですが、ちょっとこんなカリキュラムを作ってみました。テキストがあります。これほぼ僕の手書きなんですけれども、パソコンをお持ちの方限定になっちゃうんですが、ダウンロードしてですね、印刷をしてお手元に用意して、で、音源とかもあるので、ぜひともですね、音源テキストを活用して、で、動画で解説を聞いて、読めるようになっていただけると嬉しいかなと思います。それで初級編ということで、簡単なリズムを読むところから、まずはこのね、楽譜に対する苦手意識とかをなくして、あ、楽譜ってこんな感じで読めばいいんだねっていう、勝手を分かってほしいなと思って、作っております。関係者の方から見れば、なんじゃこりゃと、何考えてんだっていうような内容になっていると思うんですけれども、何度も言うようですが、苦手意識をまずなくすことが、僕の目標なので、ぜひともですね、楽譜今まで読んだことがない方もチャレンジをしてみて、あ、こういうことだったのね、と。なんとなくこの仕組みを、さーっと、ね、感覚で、なんとなく、ぼやっとでもいいんで、見えていただけるといいかなと思います。まあ多分そんな風に見えると思います。全部で7日目まで、あるんですけども、1日目、2日目、3日目、4日目みたいな湧き方をして、7日目まであります。最初の方はすごいシンプルな内容ですが、6日目、7日目に関しては結構曲っぽくなっているので、楽しんで進めることができるかなというような感じですね。初級編ということで、簡単なリズムを読むということです。うん。ぜひ、使ってみてください。せっかく1万人もいらっしゃるんですから、一人でも多くの方に使っていただければなと思います。告知2、ユーストリーム配信をしています。ユーストリームをご存知ない方は結構多いかと思うんですけれども、要は生放送ですよね。YouTube とかだと僕がこう作った動画をどこいしょと上げて、それを皆さんがこうご覧になれるっていう感じなんですけれども、Ustream の場合はカメラを、まあ、僕が自宅とか事務所とかにポツンと置いて、でそこからこう配信をすると。で、もうそのまま生放送とか生配信、ライブ配信なので、視聴者の方にそのまま届いて、で、視聴者の方が動画にまたコメントとかをして、で、そのコメントをまた僕が見て、それでこうね、あっち行ったり、こっち行ったり、よっこいせー、はい、よっこいせーと、できると、いうような内容になっております。まあ正直、そんな大した話はしてないんですけれども、こちらも面白いかもしれませんので、よかったら、ご覧いただければ、というような感じです。一応、隔週で1時間くらいずつ、放送できればなと思ってるんですけれども、さすがに毎週はちょっときついんですが、隔週で1時間くらいずつやってみようかなと思っています。よろしくお願いします。とりあえず、第1回目のグダグダ感は録画してあるので、それは見れるようになってますので、よかったらご覧ください。告知3、メルマガ書いてます。週に3回、月、水、金と、
配信をしているんですが、まあ、ちょっと今年はバタバタしすぎて週一配信になっちゃってるんですけども、まあ、そのメルマガ内では普段僕がメルマガでしか言わないことだったりとか、あと単純に文章でいろいろ解説をしたりとか、知識のことだったりとかね、あと読者さんからの質問にダーッと答えまくったりとか、あとメルマガ内でしか公開しない動画とか、まあ、そういったものにもいろいろありますので、よかったらこちらもチェックしていただければなと思います。告知4、ツイッターもやっています。別にツイッターはその面白い話はしないので、別にどうでもいいっちゃどうでもいいんですけれども、まあ、よかったらフォローしてくださいということです。あんまりツイートしてません。で、告知5、滝沢本が出ました。滝沢本じゃんってね、最強のテクニックが身につくエレキギター上達のポイント50って、これ出版社さんがタイトル考えてるんですけども、最強のテクニックが身につくって俺が身につけてよってすげえ思うんですが、まあ、タイトルに関してはあんまり深く突っ込まないでください。ご愛嬌でお願いいたします。まあ、こういう教則本です。要は、出してしまいました。立東さんとか新興さんとか、あのそういうね、あの音楽関係の出版社さんからやっぱ教則本出ることが多いんですけれども、今回は明治出版さんというあまり音楽に関係ないところから、出版されました。なんかこうね、今までの教則本にはない新しい要素みたいなのがてんこ盛りなんですけれども、まずこの表紙がね、ありえないですよね。今までだったら著者がこんなドンと表紙に来ることって今まであんまりないんですけれども、この人が有名だったらいいんですよ。けどこの人誰みたいな。パッと書店で見ても誰この人ってなってしまうような著者さんだったら、まあ出てこないですよね、こんなにね。けど、まあ新しいポイント1として、これはどっちかというとマイナスポイントかもしれませんが、新しいポイントでこんなんとかね。あと、教則本を買ったことある方はちょっと思い出してみてほしいんですけども、内容結構、こう、楽譜フレーズ、楽譜写真テキストみたいな感じでシンプルなものが多いじゃないですか。けどこの辺は中身が全部フルカラーで、結構ぎっちりと情報が詰まっておりますので、これかなり新しいところかなと。これはあのプラスポイントだと思います。僕がいいこと言えてるかどうかは別として、このレイアウトがってことですね。もうそのイラストレーターさんがね、あの頑張ってこういい内容に仕上げてくれておりますので、見た目はすごく素晴らしいです。あと編集さんもね、いろいろ構成していただいてるんで、もうこれ中身も素晴らしいです。けど漢字の内容は僕が書いてるんで、それは素晴らしいかどうかは分からないっていう感じですね。正直この楽譜、これにすごい苦労したんですよ。本当に今までパワータブっていう無料のソフトを使ってこういうの書いてたんですけれども、まあ、今回はパワータブじゃなくてちゃんと有料のソフトを使おうと思って、あの買ったはいいんですけども、すっげえ難しくて、本当にもうこの楽譜が一番苦労しましたね。ちょっと買っていただいた方はですね、この楽譜も、あ、これ武田さん頑張って作ったんやなぁなんて見ていただけると僕としてはすごく嬉しいんですけれども、もうこれがめちゃくちゃ難しくてね、例えばこの35ページのこのコードと単語を交えて弾いてみようのページ、この H の入れ方だったり、この旗のこの斜めっぷりだったりとか、旗の長さだったりとか、もうこういうのなんか細かく設定できちゃうんで、すっげえむずいんですよ。細かく設定できちゃうんでむずい。そうですね、自由度が高すぎて難しいって感じでしょうか。もうこの H の位置とかすげえ苦労しました、本当に。こんなんで苦労するとは思わなかったですね。これは楽譜書かないと多分わからない苦労だとは思うんですけれども、頑張りました。そんな僕が頑張って書いた最強のテクニックが身につく、カッコ仮、エレキギター上達のポイント50、全国の書店でお求めいただけますので、よかったらご注文いただければなと思います。Amazon とか楽天とか HMV とかの通販でも取り扱っておりますので、興味がありましたらぜひ買ってみてください。Yes。告知5終了。告知6、DVD もあります。この本の最初のところにこの URL が載ってるんですけれども、この URL に行くと、まあ、まとめページみたいな感じで僕が全部取り下ろしで、あのこの本の解説をしているんですよ。すごい長いんですけれども、全部 YouTube にアップしている動画なんですが、この動画をですね、全部高画質のままDVD にギュッとまとめて136分という超ボリュームな感じで DVD ができました。今もう発注して納品待ちなので、6月1日あたりからのお申し込み受付になると思うんですけども、そちらもよかったらチェックをしていただければなと思います。そんな感じでしょうか。告知終了。もうね、本当見てたらこんなんですよ。
本なんですよ。これは全部自分の本なんですけれども、向こうに、壁の向こうに150冊これがあるんですが、もう本ってえらい量ですね。重いし、もうこれ20冊だけでもすごい重いのに、この黒猫大和さんが持ってきてくれたんですけれども、もうね、大和さんがすごい、結構若い方だったんですが、もうエッサエッサとダンボールですね、積んでてくれるわけですよ。ほんで、まあ、ごめんなさいね、この本なんですごい重いっすよね、すみません、みたいな感じで言ったら、もう、大和さんからもうニカッとかあって、そんなことないっすよ、みたいな、全然大丈夫っす、みたいなことを言ってて、大和さん、たくましいわ、って感じですね。まあ、そんな、黒猫大和さんが持ってきてくれた本、持ってきてくれたじゃないか、持ってきてくれたこともある、教則本、全国の書店で発売でございます。よろしくお願いします。ということで、まとめます。1、読譜のカリキュラムができたので、よかったら使ってみてくださいねということです。2、ユースト配信してますので、よかったら見てみてくださいねということです。3、メルマガ配信してますので、よかったら見てみてくださいねということです。4、ツイッターやってますので、よかったら見てみてくださいねということです。5、本が出ましたので、よかったら見てみてくださいねということです。6、それに合わせた DVD もありますので、よかったら見てみてくださいねということです。終了。DVD はまだできてないんですけれども、メルマガとかホームページで必ず告知をしますので、よかったらそちらをチェックしていただければと。まあ、ぶっちゃけた話、本は印税契約じゃないんで、全国の書店でお求めいただいても僕に全くお金は入ってこないんですが、DVD の方は買っていただくと僕にお金が入ってくるので助かるかなと、そのぐらいの話です。でもその判断は、お任せします。です。もういいかな。うん。そんなもんです。では、この告知動画を終了させていただきたいと思います。1万人超えたのが5月、2011年5月の頭でしたが、2万人に行くのは、いつ頃なんですかね。今年中に2万人とか行ったらまた面白いですね。その時はその時で何かしたいと思いますので、よろしくお願いします。では、そんな感じで終わりにしましょう。それでは、さようなら。湿気やばいっすよね、湿気。最近このガットギターの調子がすごく悪くて、この1弦6フレットの音が詰まるんですよ。これ最低ですね。最低です。この5フレットも若干ダメ。最低。B フラットとか F の曲とか最低ですよね。気をつけて大切に保管してあげてください。最低。